楽しんでいっていただけたら嬉しいなと思います、最後までよろしくお願いします。今回はですね、今日一番最後に出演するカズさんという方にもう半年ぐらい前から誘われてずっと楽しみにしてたわけなんですけど、半年も先だからまあなんとかしようと思って、半年までになんとか新しいことをしたいなと思ってて、新しい曲を練習してきました。とですね、なかなか難しい部分も多い曲なんですけども、頑張って弾きたいと思います。ですね、続けて3曲弾かせていただきたいと思います。ということで、聴いてください。ナイトイン台北、スモーカー、ステイホームです。
余裕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 。では最後の曲にしたいと思います。今日私のことを初めて見たという方もたくさんいると思うんですけども、今日このライブ皆さんに出会ったことが全ての始まりになりますように、始まりという曲を弾かせていただきたいと思います。この後もですね、倉田さん&平行さんとカズさん続きますので、最後まで楽しんでいってください。かわいおつゆでした。